帰ってきたか。しつこさに呆れんぜ。何度でも来るさ。俺は諦めが悪いんだ。何度来ようが同じだ。驚きはねえ。
面白い仲間が見つかってな。動物がペルソナを使う。あ、半年くらい前にシャドウ絡みで主人を亡くした犬だ。こいつがまた中堅でな、俺たちのところに来るまで原因の事故が起きた場所にずっと居座ってた。辛い思い出のある場所にわざわざ。一昨年の10月、俺たちの前でやはり一人の人、あれからもう2年になるな。あの事件のこといつまで引きずっている気だ。駅前裏のたまりが誰と親しいわけでもないのに、いつもいるのはそのせいだ。関係ねえ、あれは俺がやったんだ。一度起きたことは消えねえ。てめえ勝手なけじめをつけたからってそんなことでどうなる。何がお前、ミキノはお前の妹の時とは違うんだ。シンジ、終わったんだよ。思い出したくもねえ。もう二度。2年前って、信じって言ったな。
私、すまない、少しいいか。おはよう。今夜はまた理事長がいらっしゃるそうだ。夜になったら4階の部屋に集合。じゃ。全員いるみたいだね。さ、入って。失礼します。まさか。いろいろ調べさせてもらった結果、彼にも十分、早速仲間に加わってもらおうと思って、みんなに集まってもらったんだけど。待ってください、理事長。彼はまだ初動家です。それに彼のペルソナ能力は確かだ。鍛えれば十分戦力になり、そいつ自身がいいと言ったんですか。僕の方からお願いしたんです。僕にだってできることがあると思うし、それに僕になんで力が目覚めたのか。とまあそういうこと。足を引っ張らないように頑張ります。よろしく。こちらこそであります。ま、
いいんじゃないっすか俺ら。たまにはきつい時もあっけど。はい。2学期始まんのもう通か来年もうこうあれあまた君あいや通か驚いたな覚えそっちもでしょいや君ほら割と目立つ格好だしさあのさ絵だけど、それが何？ああ、別、ただ、そうやって熱中できるもんがあんの、いいなと思って。意味なんてない。ただ描きたいから描いてるだけよ。それ、出来上がったら俺にも見せてくれよな。
あと1週間で次の満月だよ。準備はできてる？試練も残り少なくなってきたね。だからこそまた会いに来るよ。またまた。そっちが勝手に来るんでしょ。あれ、君名前は？この辺に住んでんの？おい、ちょっと、その手。待てって、怪我してんじゃんか。ちょっと、この間から何なの？用もないのに付きまとわない。ほっとけっかよ。血出てんだろ。ほら、手出せって。縛ったりとかしないと。何を慌ててるの？はあ？慌てんだろ、普通。すぐ医者に見せろよ。てか、ついてってやろうか？変な人ね。千鳥よ。あ？私の名前、純平が聞いたんでしょ。あの絵、もうすぐできるから。私の描いたものは私にしかわからない。
君か。
ってきた。ちょうどよかったかも。ねえ風花、アイギスどうなった？え、何？学校に行きたいって言うから冗談で先輩たちに話してたんだけど、理事長が即 OK しちゃって、明日から高等部2年生ってことにね。マジ？ OK って？コミュニケーション負荷の高い場所での活動が興味深い。ま、いいけどさ、が、可愛いんじゃね。風花さんに装着していただいた学園用迷彩は完璧であります。想像以上に似合ってますよ。誰も特別なんて思わないんじゃないかな。でもなんで学校なんかに？何もないですよ、多分。2学期の開始を受けて日中の活動を合わせたいと考えました。私だけここに待機していては任務に支障をきたします。よって同行を申し出たであります。任務に支障ね。むしろいた方が支障出るっぽいけど。至らないところは順次改善を図っていくつもりであります。自分も学校に行くと言っています。コロマル、さすがにあんたはここに行け。
ろ。じゃあ自己紹介してね。アイリスです。皆様一つよろしくお願いいたし。アイリスさん、珍しいお名前ね。生まれは外国なのかしら。他に特級受講は、人型戦術兵器。なんかの間違いね、この書類。見たもの聞いたもの全てが正しいなんて思っちゃダメよね。席は空いてる、そこにしましょう。先生、そこは空いてんじゃなくてたまたまサボってるだけなんじゃ。そんなのいないのと一緒よ。いいかしら。この場所なら歓迎であります。私の一番の大切はいつでもこの人のそばにいることですので。ちょっとアイギス、何でありますか。ゆかり、なんで立ってんの。あら、お隣同士仲が良さそうね。でも授業中はちゃんとけじめつけ。一緒に来てもらいたいところがある。いかにしつけるぞ。事情が変わった。悪いが今日はノーと言わせる気はない。お前が使ってたものだ。新しい敵が現れた。俺たちと同じペルソナ使いだ。別に。話はまだある。アマダが俺たちの仲間に入った。どういうことだ、そりゃ。適性が見つかり、イクツキさんが認めた。今のあいつはペルソナ使いだ。一つだけ聞かせてくれ。仲間になったってのはあいつの意思か。ああ、自分から志願した。そうか。ならそばにいねえとな。お前が現場を仕切ってるってやつだ。聞いておきたいことがある。お前は何のために戦ってる。俺はすべきことをするだけだ。俺の部屋まだ空いてんのか。
Yeah.
ですよ、千鳥。この前の怪我、あれから…あれ、傷は跡もない。意外と軽かったのか。純平はさ、何をしてる時自分は生きてるって思う？さあな、息してる時とか。つか考えたことね。千鳥はやっぱ絵描いてる時か。どうかな、こんなの全部ただの落書きだし、自分のことなんてわからない。そっか、隣行っか。俺さ、実は一個だけあんだよね、充実してっかなって思える時がさ。まあなんつうか、正義のヒーローをやってる時かな。今日と明日の間にある誰も知らない時間、そこは選ばれた力を持つ者だけの戦場。影の怪物から人々を守るため、ヒーローは今日も戦い続けると。まあそういう感じでさ、充実の瞬間っすよ。鼻で笑って突っ込むところぜ。それ、あなた一人で戦ってるの？おいおい、真に受けんなって。誰も知らない時間の中なんでしょ？なら、誰も知らなくて当然じゃない。誰も知らなくて誰も褒めてくれないのに戦って、偉いね。ちょっと見直した。そうかな、こんな話信じてくれちゃうとは思わなかった。ねえ、それもっと聞きたい。なんか不思議だよな。まあいいか。ペルソナって超能力みたいのがあってさ、それ使えるやつだけが怪物を倒せんだけど、誰でもペルソナ使えるわけじゃん。仲間はダチとか先輩でさ、こう見えても俺入ってからは連戦連勝なんだぜ。楽しそう。純平が来てから連勝ってことは、純平はチームのエースみたいなもの。まあな、リーダー的な役割ってとこかな。とりあえず俺がいないと始まんないって感じ。作戦始まったらみんな俺の指示で動くんだ。結構大変なんだよな。ありがとう、純平。楽しかった。そ、でももう時間。また明日、会いたい。また明日か。よし！
帰ってきたか。やっぱもっぺん探してみっかな。でもさすがにまずいか。作戦あんだしな、今日。作戦か。考えてみりゃあの子、なんかそう考えっとやる気出てきちゃうな。つか、これこそまさに正義の戦いってやつか。よし、動かないで。敵は見つかったかい？はい、多分ポロニアモールのあたり。多分。なんだかモールの周辺からぼんやりと感じるだけで範囲を絞ろうとはしてるんですけど。今回のシャドウの能力ってことか。十分だろう、そんだけ上がりゃ。どうだった？純平さんどこにもいません。カバンもないし、今日はまだ部屋に戻ってないみたいです。あいつ満月って分かってんでしょうに。寮の近くにもいないようですね。念のため少し時間を使って探してみましょうか。いや、いいよ。若い君らだ。そういう気分の時もあるだろうさ。とにかく、今は目の前のシャドウを何とかしてほしい。うん。ここでくすぶっていても仕方がない。とにかく出動。純平のやつ、何か言ってなかったか？あとは手分けして探すぞ。時間はかけられない。待ってください。お願いします。やらせてください。ルキアの指が触れる土の答えだ。髪が触れる火
大丈夫なのか。集中の邪魔をするな。これは足の下だ。網目。もしかすると地下ケーブルと関連があるかもしれません。ここは島が開発中の頃は工事用電源の基地があった場所。地下ケーブル。網目のような相当量の電気ケーブルが地下に放られたままになっているようです。それが索敵の邪魔になってるってことか。足の下はそこら中シャドウってこと？絞れなかったわけだ。そんなのどうやって倒すんです？拍子抜けね、こんなに無防備だなんて。これでこの建物のフロアは全部。ちっくしょう、力が出ねえ。いい加減にしろよ、千鳥。頼みたいことがあるの。あなたの仲間に私の言う通り命令を出してもらうわ。通信くらいできるはずよ。俺が命令？言う通りにするなら何もしない。作戦の中止命令を出して。簡単でしょ？今やってるのだけじゃない。今後の作戦も全部やめるように言って。作戦をやめろって？まさか君、あの連中の。早くして。参ったな。これでは手が出せない。前にモノレールを乗っ取ったシャドウがいたと記録で見ました。おそらくそれと同じで、どこかに本体がいるはずです。私が見つけます。場所が分かったとしても問題は生き方だな。放置された施設であれば今でも侵入が可能かもしれません。どうかな。風か。どこかな。そういや、エスカペードのフロアやってるやつ、最近電源の調子がどうのってぼやいてやがったな。電源？確か昔からあった地下の空間を部屋に改造したとか聞いたことがある。ひょっとすると間違いないと思います。よくやった、山岸。よし、準備が整い次第突入組で仕掛けるぞ。
ギスは無防備です。守ってあげてください。感謝するであります。船転び矢置きであります。ヒルがいい。してしまったみたい。わかんのかよ。わか
メディアが…メディア…私の…千鳥…それより、どうして中止命令を出さなかったの？命より作戦が大事ってこと？死ぬことって、普通の人には一番の恐怖なんでしょう。違うの？いや、俺はただ命令なんかしたことねっつうか、したくてもできねえっつうか、その俺リーダーなんかじゃねえんだ。全部嘘だったってこと？どうして？理解できないわ。なあ、一個だけ教えてほしいんだけどさ、最初から何もかも偶然会ったことや怪我とか絵とか、はなっから俺のこと知っててはめてた。つかそか、手の怪我、マジの。あれは。純平！もう戻ってきたの。な、ペルソナつ。メディア。やめろ千鳥！いや、返して！のあと、あ、一体いつの間に？運が悪かったな。悪いが。メディア！私、今の今まで気づけなかった。私にはこの力しかないのに。山岸君でさえ何も感じなかったとなると、これはもう撹乱する能力ってことだね。僕なんかもう全然さっぱり、からっきし気づけなかったよ。聞きたいことがいろいろある。君もあのストレガとかいう連中の仲間か？私は死ぬなんて怖くない。千鳥？メディア。話を聞ける状態じゃないな。精神がひどく乱れてる。しばらく安静にさせて様子を見るしかないだろう。千鳥。もう一度聞くぞ。千鳥というのは本名か？ストレガというのはどういう組織だ？君ら三人の他にもまだいるのか？ちょ、待ってよ純平！来ていいって言われてないでしょ！千鳥！すいません、この場所をしつこく聞く。気分どうだ？もう落ち着いたんだろ？ああ、落ち着いたものさ。どんな検査も質問も全て無言の拒絶だ。そのスケッチブックも取り上げ。いい
じゃないっすか、そんくらい。こんなもん取り上げたって何もなんないっすよ。どうかな。召喚器を取り上げた時はだいぶ動揺していたみたいだがな。ペルソナの召喚器、君はメディア。返してよ、返して。おい、むやみにそのことに触れるなと言ったろう。じゃあどうすればいい。次からは誰かに代わる。竹馬、看護師を呼んできてくれ。今日はもう、幾月さんには俺から報告をしておく。なんで取り上げるのよ、メディア。ほら、ジュンペ行くよ。シドリ、一体どうしちまったんだよ。
前か。どうだ、山岸。黙っていて困るのは君だ。恨んで拘束してるわけじゃない。無意味な戦いを避けたいだけなんだ。千鳥は？またか。どういうつもりだ、純平。彼女、何か言いました？俺に話させてください。イオリ、君はどうもこの件では冷静でいられないようだな。どうかしたのか？それは正直わかんねえす。けどなんかほっとけないっす。俺純平くん、元気だったか？スケッチブック撮られなくてよかった。絵を描くのだけはやっぱ本当に好きなんだな。関係ない。喋った。こんな絵私以外には理解できないし。おい千鳥、
なんで違う。自分でやっちまうんだ。クソ、危なそうなものは取り上げたつもりだった。理由はわからないが、放っておくとすぐそうするんだ。もっとも信じられない中速度のせいで、すぐに治ってしまうのだ。話して。じゃあ、あの時の手の傷も君が自分でやったのか。言っとくけど、心配してくれない。あんたの勝手な早合点でしょ。やめろって。やっちゃダメだ。心配とかしていって、やってほしくないんだ、シドリン。すぐに医師が来る。君らはもう戻る。行きましょう、ジュン。喋れるじゃないか。
シードリン。やめてよそれ。そうとんがんなって。ほらこれスケッチブック、そろそろ使い切んじゃないかと思ってさ。そんなこと順平に頼んだ覚えな。やっとまた順平って言ったな。もう呼んでくれな。どうだ。なんとか話し始めた。ただ今のところそれだけでも前進だろ。俺たち。ところでお前なんで来た。千鳥、どうした。今のはペルソナ。ちっ、千鳥。心配ねえ、ペルソナが暴れただけだ。こいつらは俺らとは違う、ペルソナを飼いならせねえんだ。だから制御剤がいる。自分のペルソナに寝首をかかれないためにな。制御剤？お前、ストレガのことを知ってるのか？レールを外れて初めて見えたもんもあるさ。俺の持ってる薬を医者に渡しておく。あとは任せる。待て、シンジ。おい。私、純平。よかった。マジ死んじゃうかと思ったぜ。何それ。なんでそんな顔してるの。死ぬなんて怖くないのに。怖くないって、おい。死なんて明日目が覚めないってだけ。ただそれだけじゃないの。何言ってんだよ。つかマジで言ってる。俺は嫌だよ。千鳥が死ぬなんて俺は嫌だ。純平、怖くなきゃいいとかそんなことじゃねえだろ。千鳥が死んだら俺嫌なんだよ。変はどっちだよ。おい待て、シンジ。どういうことだ。あんな薬なぜお前が持ってる。聞いたことだけはある。ペルソナの制御がうまくいかない場合、無理やり抑え込む薬があるとな。だが、あれの副作用は。お前も使ってるのか。どうなんだ。てめえに話す義理じゃねえ。貴様はいつもそうだ。てめえの言い分なんぞ分かってんだよ。力があんのに使おうとしねえ、そういう半端なのが気に食わねえんだろう。聞き飽きたぜ、この正論バカが。全然わかってねえ。お前は知ってるはずだな。10年前、孤児院が火事で焼け落ちた時、俺は妹を救えなかった。あの時の俺には飛び込むどころか、止める大人の腕を振り切る力さえなく。だから俺は力にこだわってきた。俺たちだけでも生きていけるように、一緒に強くなろうって。なのになぜだ。なぜ俺に黙って薬なんか。これは戦いに戻ったんだ、文句ねえだろうが。くそ、副作用はもう出てるのか。今の俺にはやるべきことがある。
こいつはけじめだ。俺にしか務まらねえ。やるべきこと。いいか、いつまでも俺につきまとってんじゃねえ。てめえはてめえで信じた道を行きゃ。君か、おかえり。Thank you.
Thank you.
敵はあと1体ラストです。敵体勢を崩しました。まだいけますよ。今こそ総攻撃で一発であります。消失。これを
無理するな。敵、ザンスイです。ミチルさん、お見事です。皆さん、頑張ってください。ハイエースが危ないです。マリトット
終了。待っていた。今だ。召喚シークエンス。敵健在です。行くぞ。時間を待っていた。今だ。覚悟。ぶち漏らしたか。弱点をつきました。瞬間を待っていた。今だ。召喚シークエンス。敵健在です。行くぞ。よし。
クズルだ。一掃する。縁の旅にしてやる。梅雨払い。
討伐終了。お疲れ様でした。揺るがいい。
待っていた。まだ。討伐終了。シャドウ反応処。Thank you.
レベルアップ。
体力に気をつけて。了解であります。
Thank you.